はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部屋へようこそ。ネットワークスペシャリストの勉強を今日も頑張っていきましょう。さあ、第17回となりまして、今回から L3 の技術についてどんどん見ていこうと思っています。まずは IP の基礎というところで IP 周りの話をしてみたいと思います。 IP というプロトコルはエンドツーエンドでデータ転送を実現するためのプロトコルです。ただこの IP というプロトコル単体ではコネクションレスの通信と言われまして、信頼性がない通信の状態です。いわゆるベストエフォートというものになって、できるだけ相手に届けるように頑張るけれども、届いたかどうかはちょっと保証できないよといった通信方式になっています。なのでここをですね、保証できる通信にしたければ、もう一つ上の階層で TCP を組み合わせるとか、そういったことが必要なんですけれども、まずは IP という単位ではコネクションレス通信ですよというところを押さえておくといいと思います。そして次ですね、 IP になると IPv4 とか IPv6 って話になるんですけれども、こちらはまず押さえておくこととしては、互換性がないというところですね。今まではこの IPv4 というものを使われてきていて、今後ですね、 IPv6 っていうのがどんどん使われていきますよというふうになっています。ただこの IPv4 と IPv6 は直接通信できるような互換性はありません。なのでもし使うようであれば、この IPv4 と IPv6 のプロトコルを変換するような装置もしくはシステムを通してあげて、 IPv6 の世界、IPv6 から IPv4 の世界、このようにですね、ネットワークを届けてあげる必要があります。余談ですけれども、 IPv4 のネットワークのネットワークの IP アドレスがもともとは枯渇しそうということで、この IPv6 という世界ができてきました。で、 IPv6 の中では、かなり大きい数のですね、 IP アドレスが存在しているので、今後 IPv4 のですね、アドレスを持つ、機械もどんどんこう IPv6 に移行してきて、IPv6 の世界がどんどんこう大きくなっていくっていうようなイメージがあるんですけれども、現状としては、少ないながらですね、 IPv4 の世界で、なんとか IP アドレスをやりくりして、インターネットの世界もできているので、まだ IPv4 から IPv6 へ本格移行はされていなくて、問題としても IPv6 の問題というよりかは、試験の問題としても IPv4 が多く出ているといった状態です。はい、では続けて IP アドレスの構成などを見ていきたいと思います。 IP アドレスは32ビットですね、構成されていて、大きく意識しておかなきゃいけないのは、ネットワーク部とホスト部に分かれていますよということですね。ネットワーク部は昔クラスという概念が使われていました。現在のインターネットの世界では今から話すようなクラスの概念というのは使われてないんですけれども、過去こういったクラスがありましたよというところも勉強していくといいと思うので話してみたいと思います。まずクラス A ですね。クラス A は上位8ビットがネットワーク部で、残りがホスト部ですよという使い方です。これは上位ビットで、0から始まるものはクラス A ですよというふうに機械は捉えて、このネットワーク部は8ビットだというように IP アドレスを認識します。同じように上位ビット10で入ってきた通信に関してはクラス B の16ビットがネットワーク部、上位ビット110で入ってくれば24ビットがネットワーク部だというように使われていました。ただ、こういったですね、クラス分けだと柔軟なネットワークの構成が構築できないので、無駄な IP アドレスができてしまいますよねということですね。なので IP アドレスがどんどん枯渇してきてしまいましたということで、できたのがこの CIDR、CIDR とも言いますけれども、クラスレスでこういったですね、クラスにとらわれずにネットワークを構成する技術っていうのが生まれました。じゃあどうやってクラスレスを実現するんですかとなると、サブネットマスクやプレフィックス値を使って、柔軟にですね、ネットワークを構成するということですね。まずサブネットマスクで話していくと、このような255.255.255.240 のように、そのどこまでがネットワーク部で、どこからがホスト部かというのを、
値で示しているんですけれども、まあ、こういった255という数を二進数に直すと、まあ、1が8個並ぶんですけれども255255255だと、まあ、1がずっと並んでいて240という値だけ、まあ、前半の4ビットが1残りが0になるので、ここの1がずっと続くところまでがネットワーク部ですよと、残りの4ビットがホスト部ですと、まあ、そういったことを表して機械にここからがネットワーク部で、まあ、ここがホスト部ですよというようなことを教えられるようにしています。プレフィックス詞も同じ考え方でいいと思います。前半から何ビット目までが、ホスト部、ネットワーク部なのかというところをビット数で表しています。このスラッシュ28でいうと、前半最初から28ビット部までがネットワーク部で、まあ、残りがホスト部ですよということを表しています。まあ、試験対策としてどこまで分かるといいかというと、まあ、IP アドレスとサブネットマスクの情報から、例えばネットワークアドレスが分かるとか、ブロードキャストアドレスが分かる、あとは複数の IP アドレスでネットワークを構成するときに、まあ、どこぐらいの IP アドレスの範囲を取って作ってあげるべきかとか、まあ、そういったところが分かると試験対策としてはいいと思います。じゃあ例として挙げています。この192.168.1.100、まあ、こういった IP アドレスとサブネットマスク255.255.255.240というような IP アドレスを持つホストがあったとして、このホストのネットワークアドレスもしくはブロードキャストアドレスはいくつですかといった問題が出るとします。そういう時に問題が解けるかっていうところですね。ではここではちょっと問題を簡単に解いてみたいと思います。まずネットワークアドレスというのはホスト部がすべて0の値でした。なのでまずはネットワークアドレスを求めるとすると、 IP アドレスとサブネットアドレスを見て、サブネットアドレスが今回は255.255.255.240なので、まあ、問題となっているのはこの第4オクテットの値です。まず240という値を二進数に戻すと、ちょっと電卓でもやってみますね。電卓で十進数を、ちなみにパソコンの電卓のですね、普段標準で使われていると思うんですけれども、プログラマーにしてあげるとこういった2進数や16進数、10進数の値が変換できる電卓を使うことができます。はい、まず240ですね。ここが DEC が10進数なので240と入れてあげると、このバイナリーですね、ここが2進数の値です。前半4つが1で残りが0になってます。はい、111の0000ですね。はい、なので前半4ビットがネットワーク部です。ではこの100ですね、IP アドレス100を今度は見てみると、はい、0110、0100が値です。はい、まあ、こうやって求めた数を、並べてみると分かるように、 IP アドレスが0110、ここまでがネットワーク部であることが分かります。ネットワークアドレスは残りがすべて0の値なので、ネットワークアドレスとしてはこの0110、残りは4つが0、1234、こっちですね、二進数から変換したいので二進数を選んで0110000ですね。はい、そうすると96、はい、ネットワークアドレスは第4オクテットが96のものがネットワークアドレスで、ブロードキャストアドレスはホスト部がすべて1のモードなので、それで見てみるとここですね、0110、残りはすべて1111111と、はい、なので111というふうになっています。なのでネットワークアドレスは192.168.1.96、ブロードキャストアドレスは192.168.1.111というふうになっています。もちろん試験当日は電卓使うことできないので、手動でですね、うまくこう割り算などをしながら求める必要があるんですけれども、しっかりですね、正解かどうかというのは電卓で再度こういうふうに使って試してみるといいと思います。
はい、では今日の動画は以上です。 IP アドレスの基本的なところをお話ししてみました。次回はマルチキャストアドレスとかですね、ループバックアドレス、まあ、こういった特別なアドレスの話をしてみたいと思います。ぜひご覧になってください。では今日の動画は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。